あの昨日ねずっと気になってた近所にある中華料理屋さんに行ってきたんよポッケに2000円だけ入れて外食する人はね自然と決まっちゃうと思うんだわ行く店のパターンが今日も松屋で行くかみたいなそれだと毎日毎日同じことの繰り返しで刺激がなくなると思ったからね、まあ、あえてちょっと違う刺激を体験してみようかと思いましてこれ大事なんだよホリエモンも 会社行く前にコンビニでアイス買って食ってみろって言ってたじゃん毎日同じルーティンしてると脳が死んでいく感じがするんでねでその中華料理屋めっちゃ古くて入ったらおばあちゃんちの匂いがした <laughs> おじいちゃんとおばあちゃんが夫婦でやってるお店だったのねでお店の前のディスプレイとかかなり古いのに自動ドアなんだよ無駄にハイテクを感じたで私の他に女の人二人組が先にいて その二人組が帰るとき、まあ、お会計するときにね、だから常連さんだったらしく、店のおばあちゃんと結構でっかい声で喋りだしたの。で、常連二人組が帰ったら、なんか昨日、サッカー選手の何パレードやってたみたいで、お店にテレビがあって、おばあちゃんが、ずいぶんこれ長いことやってるね。丸の内ああ、サッカー選手でしょ。 向こうは道が広いからって2人でああだこうだ話し始めたのよでそれはいいんだよだってその人のお店だしただああ私ここにいない方が絶対いいよねいない方が気兼ねなく喋れるよねああ旅に来ちゃダメだったのかな って思っちゃってすごい辛くなるのあ邪魔だと思われてないかないや絶対そう思われてるよねって多分こういう客がいるのにベラベラ喋るようなお店の人たちは私が一人で食ってようと何にも気にしてないしむしろゆっくり食べてくださいねみたいな感じだろうし何とも思ってない図太いから非 HSP だからだから私のいつもの被害妄想なんだけど だからここに20代の女一人っちゅうのは圧倒的場違いだったよね。サラリーマンのおっさんならいいけどさ、ちょっと古い個人店っていうのは場違いなことばっかよ。前も実家の近くに古い定食屋さんがあって、こう近くにあると逆に行かないじゃん。だから思い切ってパパと一緒に行ったことあって、普通に美味しかったの。 1>, 1回行っちゃえばお店の構造とか注文の仕方とか狭さとかがわかるから次私1人で行ってみたのでガラッて開けたら常連と思いし60歳のおじさんが2人いてで私店に入った時気づいてもらえなかったの <laughs> そしたら「ああママお客さんだよ」って言ってくれて <laughs> この時点で「ああやばい帰りたい」って思ったんだけどそのおっちゃんのトイメンしか席が空いてなかったから仕方なく座ってさ唐揚げ定食食べて帰りましたよ もう場違いが来てごめんなって感じ私はすごい居心地悪くて食べてるものの味も分かんないレベルだったんだけどその場にいる全員が誰も気にしてなかったです私のことを前もね実家の近くに酵素玄米のご飯屋さんがあって玄米ってあんまり食べれるところないじゃんそんで家で炊こうとするとね一晩水に浸してとか大変なんだよだから健康のためにちょくちょく行ってたんだけど やっぱり基本店が狭くて常連さんがいる大体いい誰かしらとお店の人が話しとって私も気まずいしなんか向こうもお前さえいなければ自分らだけだからもっと気兼ねなく話せるのにって思ってそうでさ常連以外の客には来てほしくないんだろうなとか被害妄想出ちゃってそういう心理戦が疲れたしそこも夫婦でやってて。 旦那さんんの方がななかか全然合いそうったのねだからだんだん行かなくなっちゃってそしたら3ヶ月後ぐらいに潰れてたうん玄米っつうのはこの辺にないから需要あったし結構お客さんいたけど常連とお店の人がでっかい声で喋ってる頻度が異様に高かったよねまあそれが原因で潰れたのかは分かんないけど客が誰もいなかったら行くんだけど。 開けてみないと分かんないからなやっぱ個人店はねこういう思いをするからやだねだからそういうの全然気にしない気になんないっていう図太い人はいいと思うんだけどだから個人店っていうのは HSP には向かないうんチェーン店の方が気楽これって飲食店だけじゃなくてさその辺の住宅街にあるような個人がやってる洋服屋さんとかあアクセサリー屋さん 雑貨屋さんとかもそうだよねだいたい常連さんでメンツ決まってて新規は居心地悪いみたいなだから私はああやっぱりサイゼとてんやと松屋のローテーションでいいわと決意を固くしましたあと気になってる古いラーメン屋さんも近くにあるんだけどそれは外から中の様子がちょっと見えるんだけど明らかにうちわ的なお店ですって感じするもんな店のおばちゃんちょっと怖そうだし いかにも常連で構成されていますみたいなだ私以外にも他に一般の客がいてそんで常連とお店の人が話してるっていうのはまだいいんだけどねこう肩身が狭い気まずい思いしてんのは私だけじゃないからさ客が私だけかつ常連と店の人が喋ってるって状況がすごく嫌ああ私さえいなくなればいいんだろうなって思っちゃうから前のラーメン屋もお店の人があまりに喋るからうざくて行くのやめたしね だからこの動画でも言ったんだけど私がシュワちゃんみたいな体型してて入れ墨腕にバッキバキだったら絶対そういうことは起きないわけだよねだからちょっと話が飛躍するけどそう考えるとなんか精神異常者も人を選んで殺してるっていうのと一緒でまあ舐められてるわけですよね女だし弱そうだから そう考えるととちょっとムカつくよなでもさ私孤独のグルメちゃんと見てるわけじゃないんだけど五郎ちゃんが行くお店も結構お店の人同士もしくはお店の人が客と喋ってるかなんか話すシーンはあるけどさずっとではないよね。 でも多分五郎ちゃんはね自分が食べてる近くでずっとお店の人が喋ってようとあんまり気にしないと思うんだよね <laughs> 目の前でバイトに暴言吐いてたらキレるけどだから私だけなのかも